アナスタシアさんですよね。ん？はじめまして、いつも舞台見てます。ありがとう、嬉しいわ。あの、これを。雪、もうすぐクリスマスね。みんなお疲れ様。次はいよいよ歌劇団大戦の決勝戦だ。相手は過去2回の大会を連覇しているベルリン歌劇団。手強い相手だが、覚悟を決めて勝ちに行くぞ。ああ、そっちの覚悟はもうとっくにできてるぜ。けどよ、その前にもう一つ大切なことがあるだろう。そっちの方が、なんつうかドキドキしてる。そうです。決勝戦の前日、12月24日のクリスマスイブ、その日は分かってるよ。俺たち帝国歌劇団花組が目指してきたもう一つのクライマックスだもんな。そう、クリスマス公演だ。こんな大声で言わなくても分かってるよ。まったく清十郎さんも気合い入ってますね。でもなんだか分かります。私もちょっと大声で言いたい気分。里の掟98条、クリスマスは特別、思いっきり楽しむべし。楽しい気持ちは強い声に乗せて伝えたくなるものなのかもね。舞台は夜叉に壊されたが、俺たち帝劇は決してくじけない。何があっても負けない心を、そして何度でも立ち上がる強さを、帝都のみんなに思いっきり見せてやろう。アザミ、頑張る。戦うだけが私たちじゃありません。この日のためにみんな練習を頑張ってきたんです。やりましょうね、アナスタシアさん。ええ、そうね、頑張りましょう。ところで演目はどうするんですか、神山さん。実はもう決めてある。というかスミレさんからぜひやってほしいとお願いされた演目があるんだ。何でしょう。それは帝国歌劇団花組伝説のクリスマス公演演目、奇跡の鐘だ。マジかよ、あの奇跡の鐘なのか。大正維新事件の時、帝都の人々に限りない勇気を与えた奇跡の公演。私たちの手でその奇跡をもう一度起こせということですね。やりましょう、みんなで。うん、今のアザミたちならできる。昔の脚本は資料室にあったはずですから、今の状況に合わせて手直ししてみます。配役も決めないとな。主役はアナスタシアとして、今回の主役にふさわしいのは私じゃない。サクラだと思うわ。私が主役ってどうしてですか、アナスタシアさん。あなたはヤシャとの出会いを経て自分だけの強い心を見つけた。その心の力を見せるのが帝劇復興の証であるクリスマス公演に必要だと思うからよ。
私にできるでしょうか。大丈夫よ。あなたならきっと素晴らしい舞台にできる。どうしてですか？だってあなたは私の一番弟子なんですもの。アナスタシアさん。はい、やります。やらせてください。私にアナスタシアさんに教えてもらった全てをこの公演で出してみせます。それでいいかしら、キャプテン。そうだな、新しい試みも必要だ。さくらが主役で行こう。ありがとうございます。よかったわね、さくら。よし、そうと決まればあとは公演まで練習あるのみだぜ。みんな集まろう、気合い入れていくぞ。さくらさん、お願いします。私が？当然、主役はさくら。うん、わかった。クリスマスに大きな奇跡を咲かせましょう。おー、
やあ、神山くん。みんな随分と舞台稽古に励んでいるようだね。はい、舞台はなくとも最高の歌劇にするんだと、これまで以上に張り切っていますよ。さくらはどうしているかな。無理をしすぎていなければいいが。ちょっと無理しすぎに思います。あまり休んでないようですし。納得するまで稽古をやめないか。なるほど、さくららしいな。子供の頃、書道の時間に同じ文字を何百枚も書いていたのを思い出すよ。今も同じような感じですから、少しは程度を考えて休ませるようにします。頼んだよ、神山くん。君ならばさくらも言うことを聞くだろう。さくらが何百枚も書いた生の文字は優しさに満ち溢れていたのだからな。何か言いました？清十郎がなんとか。いや、なんでもない。気にしないでくれ。だがまあ、懸命に何かを目指すのは悪いことではない。歩みを止め、成長する意志をなくした時、人は老いてゆくのだからな。それはその通りですね。お待たせいたしました。ご注文のオムライスでございます。このオムライスにしても。そうだよ、神山くん。はい？オムライスですか？デミグラスソース、進化、いや革命だよ。これは味の探求に歩みを止めない姿勢、まさにオムナイス。素晴らしいと思わないか？はい、そうですね、オムナイスだと思います。基本的にはいいこと言う人なんだけど、時々わからなくなるな。うん、美味であった。ごちそうさま。
クロリスはいないな。よし、ここに置いていこう。伝言を残していけばクラリスにはわかるだろうしな。でもその前に少しだけ、本当に少しだけノートを見させてもらおう。どれどれ、題名は「鳴神荘の赤い羊」か。推理物みたいだな。
主人公は旅先で殺人事件に巻き込まれた探偵で、名前は神山清十郎？俺なのか？ちょっと待て、鳴神荘の主人は少し前に死んで、実は真犯人から身を守るために？何？刑事の芝が犯人だと思ったのに。おい、いきなり誰かに殺されたぞ。まずい、神山の背後に人影が。真犯人なのか？おい神山、気づけよ。じゃないと。ああ、ここで終わっている。書きかけだったのか。いいところで終わるなよ。ごめんなさい。今回は力作なんですよ。神山さん、いかがでしたか？感想を聞かせてもらえると嬉しいんですが。してやられたよ。すごくドキドキしたし、何よりまさか俺が出てくるとは思わなかったからね。やった、頑張って書いた甲斐がありました。この帝劇の人たちが出てくる設定、最初はちゃんと決めるまでの仮のものだったんです。でも人物の性格や個性が分かっているとすごく書きやすくて、それに楽しくて。ただ物語の展開を考えるのはすごく苦労しました。特に難しかったのは書きかけの続きの部分です。真犯人がどうやって主人公を。ちょっと待った、それ以上は言わないでくれ。頼むから早く続きを書いてくれ。でも今回は神山さんに読んでもらえてよかったです。もちろん勝手に読まれるのは嫌なんですけど、読み手がいないと評価も分かりませんから。それに今回は普段は書かない作風にしたんです。だからちゃんと書けるのかどうか不安だったんですよ。でもいざ書き始めたら思うように書くことができました。新しいものに挑戦したのが良かったのかもしれないね。次の公演での脚本はさらに期待できそうだよ。はい、次のアイデアはもうあるんです。書けたらまた見てもらえますか？俺でよければ喜んで。クラリス、期待しているよ。しているわけでもないのに、脱衣所にいるとそわそわしてしまうな。早くここから出た方がいいんだろうが、でもなぜかもう少しだけいたいような。誰かこっちに来ているぞ。どうすればいい？このままでいるか、隠れるか、それとも。忍、やっぱりこの時間は誰もいない。お風呂はアザミが独り占めさせてもらう。思わず激蔵くんに変身してしまった。どれだけ慌てているんだ俺は。もう激蔵くん、いつの間にここに。気にしても仕方ない、早くお風呂に行かないと。びっくりした、急に近くに来るなんて心臓に悪いぞ。必ずに済んだ。ここから早く離れて。心配だ、
様子を見てみよう。万一溺れていたら大事だしな。ん？アサミ？どこにもいない。一体どこへ？まさか溺れてないだろうな。アサミ！望月流水遁の術からの望月流水流陣の術。うわあ！あれ？清十郎？びっくりした。アサミ大丈夫なのか？無事か？もちろん無事。忍術の修行をしてただけ。でも清十郎はどうしてここに？え、それはもちろん。風呂を掃除に来たんだ。ほら、たまにはお手伝いをしないとな。なるほど、さすが清十郎、できる男。まあね。清十郎、アザミの修行のことは内緒にして。みんなにバレたら怒られる。分かったよ。でも俺から許可をもらったことにすればいいだろう。いいの？もちろんさ、アザミのためだからな。うん、ありがとう清十郎。はい。
甲豆、大帝国劇場が狙いか。帝劇は私たちの大切な家です。決して甲豆の好きにはさせません。じゃあ行くぞクラリス。この…それ…あぁ痛いです。この…ちょ、それ…そこだ。この…守る。大丈夫か、クラリス。はい、あなたと一緒ですから。それそっ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 ちょっとだけ心細くなるんです。でも神山さんが隣にいてくれたら、それだけですごく力が湧いてくる。不思議ですね。俺も同じさ。いつも力を貸してくれてありがとうクラリス。
何をしてるんだい。さくらの練習を見ていたの。綺麗な迷いのない剣をね。アナスタシア、ごめんなさい、邪魔をしては悪いからもう行くわ。アナスタシアさん、アナスタシアさん、何かあったんでしょうか。後で話でもしてみるか。それはそうと、さくらの方は大丈夫か。主役をやることになったけど。不安がないって言うと嘘ですよね。でも清十郎さん、私が主役で本当に大丈夫だと思いますか。それは、さくらなら大丈夫さ。きっと今までで一番の奇跡の鐘になる。嬉しいけど、さすがに重圧で苦しく。さすがのさくらでもそんな風になるんだな。当たり前ですよ。私だって普通の女の子なんですから。そうだったな。ごめんごめん。いえ、でも清十郎さんと話してたらなんだか勇気が湧いてきました。ありがとうございます、清十郎さん。私頑張ります。アナスタシアさん、セリフ合わせ一緒にお願いできませんか。前の脚本を見つけたんですけど、少しイメージがつかみにくいところがあって。ええ、いいわよ。私で力になれるなら。ありがとうございます。それじゃあ資料室へ行きましょう。